こんにちは。こんにちは。スプレーアートのブルちゃんと梅ちゃんです。はーい。はい。ということで今日はスプレーアートやってて、みんなからめちゃめちゃ質問が来る。多分一番多いね。一番多い。なんでファイヤーやるんですか。うん。それは。なんで火使うんですか。一番。多いね。多い。プラス紙ってなんで燃えないの。わあ。じゃあちょっとそういうことで紙なんで燃えないのかっていうのをちょっと実験していきたいと思います。はい。オッケー。じゃあ紙ね、まずね紙ってね、結構ね、なかなか燃えづらい、まあ、例えばファイヤーね、ほら、燃えないでしょ。燃えない。燃えないこう、なんか、すすがつくで、ここにシンナー、まあ、スプレーつけて、まあ、燃えても紙はさ、まあ、シンナーだけは燃えてる。そうそう、うん。新しい紙。まだ燃えない。あ、燃えてる。あ。あ、でもまだ燃え。あ。燃えた。4秒ぐらい。うん。で、こっからじゃ燃えやすい。今燃えてる。紙は燃えます。おお、それかっこいい。知ってる？酸素がないと火って燃えないんだよ。おお。じゃあとりあえずね。うん。ファイヤー作ってみます。ファイヤーね。わかるかな、もう。良い子のみんなわかるかな、何を書いてるか。誰だと思う？私はもう分かってる。うん。イエーイ。テンション高めですね。すごい。じゃあ一番楽しいのない？何？プレイお菓子の中でさ、うん、好きな。そうね。とかね。そうね、そうね。好きな絵描くの楽しいね。うん。うん、何が欲しい？え？スーパーパワー。もう火に決まってんじゃん。火に決まってる？てか火のパワー持ってるじゃん、もう。ベロちゃんは？私？うん。ボブ。え？あ、違うんだ。飛びたいの？飛びたいけど。何？このスーパーパワーだったら、うん、お水がいいかな。何何何、飛ぶって言ったじゃん、飛ぶって言ったじゃん。あ、ちょっとアニメで飛ぶ人がいなかった？そう。なかったね、ないね。いいんだよ、別に。ベロちゃんの好きなので。飛ぶのがいいんだよね。あ、まあでも、前室のあれじゃん。ん？前室飛んでない。前室ジャンプしてるだけで。でも、あれもかっこいいよね。かっこいいよね。
ここでちょっと何を作るの？いくよ。はい。わーおーわーかっこいいかっこいい。やばくない？ファイヤーっぽい背景でいきますか。うん。オッケはい、ということで完成しました。完成しました。かっこいいね、本当に。やばい、なんか背景もいいし、いい感じ。いい感じです。いい感じですか。まあ、ファイヤーだよね。わー、で、奥さん、おい、戦うのか。なんや、火のレベルが全然ない火のレベルが違いすぎるそうだよね。オッケー、ということで何かリクエストがあったらコメントください。楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。オッケー。アディオスアミゴス。アディオスアミゴス。